急だからびっくりしました、はい、小倉さん今もフリー Wi-Fi 生活ですかっていう質問が届いておりまして、まあね、まあ、前回はフリー Wi-Fi 生活でしたかね。そうですかね、まだまあちょっとね、その知らない方に簡単にご説明しますと、まあ借金がいっぱいありまして、その携帯を半年そのお金を払うのを滞納して解約されてしまって、で携帯電話を持ってない状態の中、先輩にタブレットをおごっていただいたんですよね。そうおごっていただいたんです、タブレットで、そのタブレットがその契約をしてないんで、ネット契約みたいのをそのWi-Fi があるところでしかそのネットをつなげないっていうので、うん、どうしようっていうのでポケット Wi-Fi を借りてたんですよね。そうなんです、あの同期から。そうで、そしたらもうその同期から借りてずっとその生活してたんですけど、うん、もうちょっとその Wi-Fi 代もね、ちょっと滞納してしまいまして、でついにフリー Wi-Fi ですね、うん、私あの取り上げられてしまいまして、没収されるというそうなんです、はい、でその取り上げられてしまったんですけど、でもそのまあポケット Wi-Fi はね取り上げられても、今日本中にフリー Wi-Fi ってものがあるじゃないですか。でまあ私実はそのフリー Wi-Fi 高円寺に住んでるんですけど、高円寺もですね、フリー Wi-Fi の、うん、PR 大使もやらせていただいて、なぜか分からないけどまあフリー Wi-Fi で生活してますからね、はい、実際だから、まあ、大使としてはめっちゃもうものすごいちょうどいい、はい、なんかその高円寺フェスだっけ。そう、高円寺フェスっていうね、その高円寺フェスって高円寺でやってるお祭りに出て、うん、なんだっけ、その時にね、まあ僕ら芸人と、はい、芸人で、5、6人かな、うん、とあと、仙台プロレス、仙台女子プロレスから、うん、チャンピオンの方とですね、うん、若手のエースの方が、うん、プロレスラーの方が、プロレスラーの方が、はい、来られてまして、はい、で僕らとその女子プロレスラーの方で、はい、イントロクイズ対決をやるっていう。イントロクイズ対決そうで、イントロクイズに僕ら勝ちまして、はい、見事ね、うん、Wi-Fi 大使になったというご褒美が Wi-Fi 大使だった。そうなんです。それ Wi-Fi 大使って何をもらえるの、何するの、活動としては。で活動としては、うん、とにかくだから高円寺純情商店街っていうね、有名な商店街があるんですよ、うん、であそこの純情商店街に、うん、その高円寺フェスをきっかけにして、うん、フリー Wi-Fi が通ったと、うん、だから、うん、そのフリー Wi-Fi を、うん、アピールしてくれっていう。何アピールっていうのは具体的にどういう、あのフリー Wi-Fi 通ってるよっていろんなところで言ってくださいっていうそれだけなんだ。それだけです。別に お金いただいてとかではない。ではないです。もうではないです。ただ報酬としてですよ、うん、報酬として、うん、僕本当お金なくて、うん、いつ家なくなるか分かんないんで、まあまあね、その商店街の方にですね、はい、まあ純情商店街ってガードがあるんですよ、ちょっとした、うん、なんでもし家がなくなったとしたら、うん、住ましてもらってもいいですかって言ったら、はいっていう。どういうこと、住ましてもらってもいいですかっていうね。そのガード下にガード下にってこと